こんにちは、アロマの学校魔女の館です。私こんな魔女の格好をしてますけれどもね、れっきとしたアロマテラピースクールでアロマテラピーを教えている現役のインストラクターであり、それからアロマセラピストなんですね。で、ちょっと怪しげだなと思った方は、こちらに私のプロフィールです。こちらで確認していただければと思います。で、アロマテラピーについてなんですけれども、いろいろ今までね、動画で、いろんなことについて発信してきたんですけれども、今日はですね、アロマテラピーって簡単に言うと、植物が作ってくれた香りの成分である精油を体内に取り入れて、で、そのリラックスしたりとか、それからその体調を管理したりとかっていうようなね、形っていうことが書いてありますよね。精油を体の中に取り込む方法としては、嗅覚から脳へ行く方法、それからもう一つは、マッサージをして、経皮吸収ですね、お肌から吸収していく方法、それから日本ではあまり推奨されていないんですけれども、飲用による消化器からの吸収っていうのはね、3つの経路があるんですよ。それね、知らないよっていう方は、例えば検定コースかななんかの方の動画で、そういうことを大体簡単なことを言ってますので、そちらを見ていただければと思います。今日はね、そのうちの嗅覚から脳へ伝わる経路、それをねちょっと詳しくやっていきたいなっていうふうに思っています。だから中級レベルになるかなとは思うんですけれども、少しね長くなりそうなので2回に分けたいと思います。今日はね、その前半の嗅覚についてお話ししたいと思います。伝達経路については次回続けてというふうにしてお送りしたいと思っております。で、まずね、嗅覚なんですけれども、これはね、五感の一つですよね。で、五感、その他の4つの感覚って何か分かります？なんて言ったらなんか殴られちゃいそうですけれども、あと視覚、聴覚、それから、味覚と触覚ですよね。で、そのいや、もう一つありますよって、第六感ってあるでしょって言われる方がいらっしゃるかもわからないんですけれども、私もね、第六感っていうものはね、あるのではないかなって思ってるんですけれども、今回は、ちょっとそれは省いといて、第六感についてはまたね、別の機会にお話ししたいかなというふうに思っております。で、この五感についてなんですけれどもね、大きく2つのグループに分けることができるんですよ。で、視覚と聴覚と触覚、この3つのことを、物理的感覚と言います。それから嗅覚と味覚、この2つを化学的感覚というふうにしてね、分けてるんです。で、私たちが非常にこう関わりがあるのはこの化学的感覚の嗅覚の方なんですけれども、これはどういうことかというと、このような物質っていうのは、化学物質っていうものでできていますよね。で、化学物質ってなんか、変な感じっていうのかな、なんか、あんまり良くないものっていうようなイメージがあると思うんですけれども、それはね、合成化学物質なのであって、で、私たちもね、化学物質なんですよ。もういろんなもので集まっている。で、単純なものといえば水ですよね。あれは、酸素と水素が結合してできている。それから私たちが扱っている精油もそうですよね。で、あれも、酸素と水素とそれから炭素。この3つの組み合わせでできている。で、その組み合わせのやり方がいろいろ違うので、いわゆるその科学の中でね、何々類とかってね、なんか嫌だなって思ってる人結構いると思うんですけども、勉強してて、ああいうふうな感じで分けることができるんですよね。で、そういうね、化学物質でできているものに直接触れないと分からないっていうものが、化学的感覚の味覚と嗅覚なんですよ。具体的に言うとね、遠くの方にラベンダー畑がありました。わ、綺麗だなって、ラベンダーあそこいっぱい咲いてるよって言ってる段階ではラベンダーの香りはしないですよね。でも、ちょっとあそこ行ってみないって言ってテクテク歩いていくと、だん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 なんかラベンダーの香りがしてきますよね。で、ラベンダー畑の中に行くと、わ、すごいラベンダーの香り、いい香りみたいな感じで経験したことないですか？で、あれはつまりそのラベンダーが発する化学物質がこう風に漂って、で、だん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 ね、近づいていくとあなたの鼻の中に入っていてですね、で、そのラベンダーが作っている香りの化学成分が鼻の中のその嗅細胞というところにひっつくから、それでね、香りがしてくるんですよ。で、味覚も同じでね、どこか知らないところに行って、これすごく美味しいから食べてみてって言われた時に、その得体の知れない物体がですね、美味しいのかとか分かんないじゃないですか。で、食べてみて、わ、これすごく甘くて美味しいって思う時もあるし、それから、あるいはね、で、苦くて私これ好みじゃないわ、嫌いって言って吐き出す場合もあるじゃないですか。で、それがね、味覚なんですけれども、ある物体っていうのかな、食べ物ですよね。その食べ物を構成している化学物質が、あなたの舌の味蕾というね、味細胞のところにそれがつくことによって、そのね、甘いとか酸っぱいとか苦いとか辛いとかっていうのが分かるわけなんですよ。で、見ただけでは分かんないですよね。で、その2つっていうのは、だからそういう化学物質でできたものが、ひっつくこと、例えば鼻の中にひっつく、それからその舌の上でひっつく、それで初めて分かるっていうものを化学的な感覚、味覚と嗅覚というふうに言っています。それに対してね、物理的感覚っていうのはね、それに直接触れなくて分かるでしょ。あそこに赤いバラがあるよってすぐに分かるじゃないですか。
バラを目の中に入れて初めて分かるってもんじゃないですよね。そんなバラを目の中に入れたらトゲで目つぶれりゃみたいな感じになりますよね。ですので、まあ、聴覚とか触覚も同じような感じで、こういうものを物理的感覚っていうふうに言うんですね。で、この科学的感覚である嗅覚と味覚っていうのは、これはね、動物が生きていく上で絶対必要不可欠だったと思うんです。で、まあ、私はそういうふうに想像してるんですけれどもね、どこかでね、お話してるかもわからないんですけれども、例えば冷蔵庫を開けて、でそこにいつ入れたか忘れちゃったよっていうようなね、お茶碗にご飯が入ってラップがかかってたとするじゃないですか。でそれで何にも他に食べるものがなくて、もうめっちゃくちゃお腹空いてて、でその時にこれ食べれるのかな、どうかなって考えた時に、あなたどうしますか？おそらくラップを取って匂い嗅ぎません。でそれで、うん、なんか変な匂いしないし大丈夫そうで思って、その次にじゃあ何をするかっていうと、ちょっと舐めてみるとかね、一粒二粒食べてみるとかすると思うんですよ。でそれで、あ、なんかこう変な味、これは捨てなくちゃって思ったりとか、それから、あ、全然いける、じゃあ食べようみたいな感じでね、したことはまあないとは思うんですけれども、まあ、そういうふうなことをね、まあ、昔の人々はずっとしてきたと思うんですよ。つまり生きるか死ぬかの選択の中で、まあそのね、食べるものがなかったら飢え死にしちゃうわけなんですけれども、それ以前の問題として、これ食べたらすぐ死んじゃうよっていうようなものはね、体の中に入れないような本能っていうのが働くと思うんですね。それにもかかわらず毎年毎年毒キノコを食べてね、お亡くなりになる方っていうのがね、数人いますよね。チャレンジャーだなって私はいつも思ってるんですけれども、最近はね、買った食品っていうのは大体消費期限とかって書いてあるじゃないですか。ですのでそれがこう食べれるか食べれないかっていう自分の感覚でこう見る前に捨てちゃったりとか、それからなんかこうもう何日も前に買ったからこれやばいよねって言って、本当は食べれるかもわからないのに捨ててしまったりとか、自分の味覚とか嗅覚で確かめてそのやっていくっていうことがなくなってきてるんですよね。嗅覚味覚っていうのは生き延びる、つまり個体保持ですね。自分の体が死んじゃったらダメなので、個体保持の本能としてそれがあるんです。でその本能がね、そういう消費期限とかそういうもので、ね、どんどんスポイルされていってるのではないかなと思うので、なので最近ね、若者が恋愛もしなくなっちゃったしね、なんか結婚して子供が欲しいとか言っても思わなくなってきてるでしょ。それもね、特に日本人で多いような気がするんですよ。ですのでやっぱそのね、本能がどんどんね、こううまく働かなくなってきている。でこのままでいくとね、日本人ね、いなくなるんじゃないかなと思って、日本人がね、本当に絶滅危惧種じゃないかなって感じたりとかもするんですよね。なのでアロマテラピーで嗅覚をまあちょっと刺激するとかいうのはね、本能を維持していく上で非常に良いかなと思うんですよね。で嗅覚がまあ動物である私たち人間にとってとてもとても大事だっていうことはね、解剖学的にも証明されていると思うんですよね。普通の神経細胞って一遍ダメになると二度と再生しないって言われてるじゃないですか。でもこのね、嗅神経細胞っていうのはね、なんと再生するんですよ。なんでそうなのっていうと、まあ、それはやっぱりなんかこう生きていく上で必要不可欠だからっていう以外なんか理由がないような気がするんですよね。で、あとまあインストラクターの勉強した人は知ってると思うんですけれども、脳神経って12つあるじゃないですか。でそのうちの第一脳神経っていうのはね、この嗅神経でしょ。だからやっぱり一番大事だから一番なのかなみたいな感じで、本当かどうかわからないですよ。まあそういうふうにね、私が思ってるだけで、これは何の根拠もないんですけれども、だからそういうふうな形でね、とてもとても大切な、神経細胞、まあ全部大切ですよ。でもその中でもこの嗅神経細胞っていうのは非常に生きていく上で必要不可欠なものだっていうふうに、思います。で鼻から入ったね、香りの分子っていうのは、嗅神経によって一番最初嗅球っていうところに行くんですけれども、この嗅球っていうのはもうすでにね、脳なんですよ。ですので、もうすぐにダイレクトに脳に入っていくっていうふうに考えてもらったらいいので、まあ、別名その嗅球のことを飛び出た脳とも言われてるんですよね。で嗅球ってね、嗅って書くからなんかまん丸いなんか丸っこいもののような形で想像するんですけれども、実はそうではなくて、まあ、いろんな本を見るとなんかこう平べったいようななんかところにこう真ん中だけちょっとだけなんかこう膨らんでるみたいな感じなんですよ。で私はこれを見た時にね、ちょっと思いついたのが、星の王子様のね、一番最初出てくる絵ご存知ないですか。帽子に見えるようなんだけれども、実は、蛇が象を飲み込んだっていうね絵で、まあ、よくよく見るとちょっとね、キューキューとはちょっと違うんですけども、私は一番最初見た時にパッとそれが思い浮かんじゃったので、私の中ではいつまでもねキューキューっていうのはあの感じなんですけれども、ですので、まあ、まん丸ではないんだけれども、まあ、キューキューっていう名前がついています。
つまり嗅球っていうのは、嗅覚で感じた匂い分子ですね、香りの、分子が、その脳に情報を伝える一番の入り口に当たるっていうところです。それからね、嗅覚っていうのはね、人の行動を制限していますよね。いい匂いのところにはずっといたいなと思うし、嫌な匂いのところからはもうちょっとでもね、早く逃げ出したいと思うじゃないですか。で、どんな美女でもね、なんかもうえげつない口臭をしてたら多分誰も寄ってこないようになると思いますし、で、もう当然話す気にもならないですしね。なんかめっちゃイケメン男子であってもね、なんか大衆がって受け入れられないようなもんだったとしたら、おそらくね、夢のようなプロポーズをされたとしても多分お断りすると思うんですよ。でね、うちの卒業生の一人でね、ものすごく嗅覚の敏感な子がいて、で、その一番最初に付き合ってたね、彼氏の大衆がすっごく好きすぎてね、でそれから誰と付き合ってもね、その大衆がね、ダメなんですよ。結局ね、すごいんですけれどもね、あまり詳しいことここで言えないんですけどね、なんとね、その元彼を見つけ出してね、結婚しちゃったんですよね。で、もう嗅覚って怖いなって私つくづく思ったんです。だって人生左右するじゃないですか。ですので、まあそんな、こんなのね、嗅覚なんですけれども、まあ嗅覚に携わる、まあ、アロマテラピーですから、まあいいようにね、使えるといいですよね。で、次回はね、この香り成分がさっきの嗅球を通して、どのような形で脳の中に入っていって、まあどのような作用をしてくれるかというようなところをね、引き続きお伝えしたいかなというふうに思っております。ですので、まあぜひぜひ見ていただければと思います。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょうね。